100年以上前、突如現れた巨人たちに人類の大半は食われ、文明は崩壊した。この巨人大戦を生き残った者たちは、巨人の侵攻を防ぐため巨大な壁を三重に築き、内側で生活圏を確保することで平和を保っていた。その平和も突如出現した超大型巨人に破壊され、中野壁の内側に追い詰められた人々は食料が不足し、悲惨な生活を送っていた。これは巨人たちに平和を破壊されてから10ヶ月が経過した頃の物語。イズル様に神道を捧げよ。私は治安統制局予算管理官のイズル。この施設は人々の悲願である超大型巨人に破壊された外の壁の修復を目指し、兵士の育成と巨人討伐研究のため貴重な税金をつぎ込んで作られた。着任おめでとうございます。よろしくお願いします。イズル様に神道を捧げよ。兵士の育成は湯の平教官を中心に行われ、成果を上げていたが、巨人討伐研究はほとんど成果を上げられないでいたため、私が責任者として着任することになった。そこで一筋の光となる研究者と出会うことになる。火薬を作って、どこにも分からない。いずれ様、予算会議の時間です。私はこの目で見ました。砲弾を当てられた巨人は動きが止まったのです。ここから分かることはただ一つ、さらなる威力の大砲を作ることが肝心なのです。ぜひ私の研究に予算を。爆薬は足りない、却下。次、穴です。巨大な穴を作り、そこに巨人を誘導し落とすんです。そのまま土に埋めてしまえばいい。巨大な掘削機を研究しているこの私にこそ貴重な予算をいただきたい。誘導してる間に壊れる、却下。次、死人担当官様は亀の甲羅をご覧になったことはありますでしょうか。このような模様で縛り上げることで巨人の動きを封じることができるんです。そこで絶対に引き裂くことのできない巨大な鎖をこの私が研究しますゆえ、どうか予算を。誰が巨人を縛るんだ、却下。以上。まったくまともなやつがいないな。静かに、静かに。彼女は。おやめください、奴に話を振るのは。え、そんなに聞きたいのか。しょうがないな。それでは私が巨人と遭遇した時の話をしよう。いや、今日は特別だ。私が巨人に興味を持った時の話が始めている。いや違う、もっとまだ巨人の伝説をこの耳で初めて聞いた時の感動から話すべきだな。そのためにはまず私の祖父母がどういう人生を歩んできたかを説明する必要がある。待ってください、その話長くなりますか。心配いらない、手短にする。私の父方の祖母がマジで話す。
こうした私の祖父母は恋愛関係になった。巨人伝説に惹かれるように出会ったんだ。無論結婚まで時間はいらなかった。ここまではいいか。いつになったら巨人と遭遇した時の話に。あと10分で何とかする。え、10分？それでは私が巨人と遭遇した時の話の前に両親の話にする。原動力で夜が始まると活動しなくなるというそのような言葉は本当だったのだ。おおどうだ興奮してただろう。どうした目を開けたまま眠れるのか。いえ、やっと確信に近づいてきたことは分かるのですが、ここまで来るのに長すぎて。巨人は水も食料も必要としない。え、なのに人間は食う。なぜだ。すいません、わかりません。お前見どころがあるな。ありがとうございます。そうなんだ、わからないんだ。巨人はわからないことが多すぎる。だからこそ知りたい知りたい知りたい。実験をやりたい。今日は終わり、帰る。ゴリ、待ってください。死にたいぞ。バカ、ごめんなさい。どうして死にたいぞ。ここで何してる。いや、あの、正直言わないと首をかっ切るぞ。ハンジさんがあまりに詳しいので。巨人のこと当然だ。生態にも詳しいので、もしかすると捕獲してるんじゃないかと。この先で
お前見どころあるな。ありがとうございます。これから見ることは二人だけの秘密だ。治安統制局には絶対に報告するなよ。絶対にだぞ。はい。右の取っ手を回せ。はい。気をつけろ。巨人は普通の物音を見せるくせに人間の声には敏感だ。二度目だ。二度聞いてません。敷島大将の戦果が治安統制局には内緒にしろと。敷島大将が内緒にと。前回の被験隊にもこのように意思の疎通ができるかを検証した。こんにちは巨人さん。今日の機嫌はどうかな。少しは機嫌治った。おいサニー。残念ながらいずれも意思を通わせることは不可能という結論に至った。やっぱりダメか。私にとって巨人との交流は日々の疲れを忘れるほど充実した時間だった。日光の遮断も試してみた。左の取っ手を回せ。夜が深まると巨人の活動力が落ちることを裏付ける実験だ。これは前回と今回で差が出た。前回の巨人は遮断後3時間しても元気なままだったのに対し、今回の巨人は遮断後すぐに活動が鈍くなった。判事さん、改めて驚かされたよ。巨人は水も食料も摂取せず、発生期間はあっても呼吸を必要としない。唯一活動に必要なのは日光なんだ。ずっと日光を経つとどうなるか興味あるけど、死んでしまったら困るからね。そして次の段階からは直接巨人の体と接触する数学の確認へと移行する。
様で叫ぶ必要は。これが叫ばずにいられるか。ピンがこんなに痛がってるんだぞ。それで何が分かったんですか。巨人は首あるいはうなじが急所だ。うなじが急所、それ以外に弱点はない。大砲で撃とうが穴に落とそうが意味はない。重要な情報です。どうして治安統制局に報告しなかったんです。彼らはもう知っている。え、間もなく公表するはずだ。ハンジさんはどうやってその事実を。前回捕らえた巨人がある日殺された。うなじを出発点に首を切断されたんだ。トニー殺されたって誰の仕業なんです。さあね、興味はない。ただ少なくともうなじが急所だと知ってる人間の仕業だ。もしかして治安統制局が。それよりも聞いてほしいのは、怒りに任せてそれを蹴っ飛ばした時だ。異常に軽かったんだ。巨人の体は軽いんだ。軽い。そもそも本来ならあの巨体が日本足で立ち歩くことなんてできないはずなんだ。どの巨人もそうだ。腕を切断してもその質量にやるべき重量には到底達していなかった。見た目より随分軽いってことですか。巨人は我々人類を絶滅寸前まで追い込んだ天敵だ。私だって仲間が食われるのをこの目で見てきた。外の壁を破られて1年、当初は憎しみを頼りに戦い研究を重ねた。だが思うんだ、私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかとね。兵器班の予算を管理する担当官として聞きます。巨人を駆逐するためには何をすればいいのでしょう。それはこの私でもわからない。うなじを攻撃すればいいのでは。確かにそうだが巨人は大きい、高さがある。うなじまでどうやってたどり着く。その前に食われる。すぐに復元してしまうけど砲弾は効かない。効かないんだ。難しいが考えるのは楽しいな。待て、祈りだ。閉めろ。今開ける。大変だ、逃げろ。中の壁が壊された。はあ、外の壁に穴を開けた巨人がまた姿を現したらしい。何、1年前と同じだ。また巨人が入ってきた。本当ですか。そういう伝令が届いた。この場所は危ない。研究室を置いてけ。ひとまず奥の壁まで避難する。あの巨人を見捨てろ。巨人なんか連れて避難できるか。知ってたのか。ついさっき上から教えられた。
とかない。これ先町の被験隊だ。治安統制局の命令だ。被害が拡大する前に巨人を殺す。被験隊を連れていく。じゃあ言うな。こいつの仲間が間近まで迫ってるんだぞ。危ない。大事な被験体を思わず、すいません。もういい。ここに追わない。逃げるぞ。巨人たちに襲われたら止まったもんじゃない。行くぞ。お待ちください。どこにいたんですか。皆さんも早く奥の壁へ避難を。そのことなんですが、治安統制局より伝令が来まして、中の壁巨人に破られたというのは誤報だったと。誤報。中の巨人を殺せという伝令は確かに。巨人？中にいる巨人とは。あ、いや、何でもない。とにかく皆さんは持ち場に戻ってください。あ、はい、はい。あえての誤報だったのかもしれません。あえて。治安統制局はあえて誤報を伝えた。被験体である巨人をあなたに殺させるため。どういうことだ。ハンジさんもそう思いませんか。ハンジさん。何がどうした。被験体がいなくなっておかしくなっちゃった。その日からハンジさんは部屋にこもり、狂ったように研究に没頭した。半月後、治安統制局の幹部の前でその研究が発表されることになった。付き合ったって時間の無駄ですよ。重大な発表って言ってた。どうやら空を飛ぶ道具らしいです。空なんか飛べるわけないじゃないですか。来たぞ。なんだあれは。こんなものに金をかけて。まったくだ。誰に責任取らせりゃいい。これが立体機動装置であります。例えばあれが巨人だとしましょう。ご覧いただきたい。この立体機動が我々を勝利に導く瞬間を。
ですか？死んだか。このような惨状にならぬよう精鋭の作業員が必要であります。どうか立体機動装置の研究に予算を。こんな危ないものに予算を出せるか。どうか立体機動の研究に予算を。飛びたい。ハンジさん、外壁修復に向けて立体機動装置を使える新人作業員を集めることが決まりました。本当か。飛びませんか。精鋭を集めましょう。反撃はここからだ。